国民的な人気のお笑い芸人、タモリさん。なのに、その私生活はベールに包まれたまま。気になったので調べてみることに。本名は森田和義さん。1945年8月22日生まれの現在76歳。福岡県福岡市のご出身で、身長161センチ、血液型O型。調べてみて分かったのですが、とても奇妙なルーツを持っていたのです。父親は祖母方の12人兄弟の一番下の、親子ほど年が離れた実弟で、実母は未亡人だった祖父の姪だとか、祖父母はその二人を養子に迎えて、なんと二人を結婚させたそうです。なぜそんなことになったのかというと、祖父と祖母には子供がおらず、自分たちの血筋を継ぐ子供が欲しかったというのが理由のようですが、それでできた子供がタモリさんとお姉さんだとか。しかも驚いたことにタモリさんには他に異父兄弟が4人もいるのだそうです。というのも両親はタモリさんが3歳の時に離婚、母親は父親に全く愛情はなかったそうで、祖父への恩義があったから結婚したのだとか。母親は3度目の結婚をしているそうです。なんとも複雑な家庭だったんですね。それからは祖父と祖母に育てられたタモリさん、たまに別居していた父親が訪ねてくると嬉しくてついいっぱい話しかけるタモリさんを、なんと父親はうるさがったそうです。だから父親を嫌いになってしまったのだとか。なんともやりきれない話ですね。幼い頃から大人びていたというタモリさん、自ら幼稚園に行かなかった理由が、こっそり下見に行ったところ、ギンギンギラギラ夕日が沈むを歌う、自分を想像もできなかったからだとか。それからは一人で家の外を行き交う人の人間観察をする毎日だったとか。前途多難かと思いきや、小学校に入学すると反動で友達ともよく遊んで、学級委員長になるほど先生の受けもよく、家ではラジオで NHK ニュースの他にも FEN とか北京放送もよく聞いてモノマネをしていたそうです。しかし小学3年生の時にとんでもない悲劇が襲いかかります。下校途中に電柱のワイヤに顔をぶつけ、針金の結び目が右目に突き刺さったのです。すぐに眼科に連れて行かれるも、その場で完全に失明と診断されて、2ヶ月間学校を休んで治療しましたが、視力は戻ってきませんでした。さらに悪いことが重なります。小学4年生の時に番長に反抗して10人くらいにリンチされたのですが、親友が密通していたことが発覚。失明に加え親友に裏切られたショックで、一時期は引きこもったタモリさんを救ったのが人を笑わせることだったといいます。おかげで小学校の卒業式の頃には漫才を披露するまでになったのだそうです。中学3年生の時には生徒会副会長を務めたり、弁論大会で優勝する一方で陸上部でも活躍。50メートル6秒8というタイムを叩き出し、なおかつ剣道部でも活躍するという、まさに文武両道だったようです。高校では剣道と吹奏楽部を掛け持ちして、柳生新陰流居合道2段まで取って、船の無線通信士にも憧れると、アマチュア無線クラブにも入っています。そして高校3年生の時にジャズと出会って、ジャズのクラブがある早稲田大学に二浪の末にやっと入学したタモリさん、すぐさまモダンジャズ研究会にも入部してジャズトランペットを吹きまくるはずでしたが、思わぬ事態が待ち受けていたのです。先輩からダメ出しを食らった上にバンドのマネージャー兼司会へ転向させられたのですが、これが本人もびっくりするほどハマってノリノリだったタモリさんですが、大学2年生の時に事件が起こります。
同級生3人で旅行しようとなって、タモリさんが全員の旅費を立て替えたのですが、実はそのお金は学費だったそうで、払えずに学費未納で大学を末席となったのです。その後、祖母が他界して祖父の面倒を見るため、福岡に戻ったところ、有無を言わさず、朝日生命に入れられ営業マンとなります。その頃から社員旅行のバスでは、偽中国語のガイド役で人気者となりますが、4年で会社を退職した後は、ボーリング場の支配人や喫茶店のマスターなど、職を転々とされたのだそうです。そんなある日、事件が起きます。博多に大学時代のジャズ仲間が来ていて、泊まっていたホテルから午前2時ごろ帰ろうと、部屋を出て廊下を歩いていると、どんちゃん騒ぎしている部屋があって、半開きのドアの隙間からそっと覗くと、当のゴミ箱をかぶった小無双が、歌舞伎の真似をしているのを見たタモリさん。俺の感覚と同じじゃないか。これは俺を呼んでいる。この世の音を歌い、中腰で踊りながら、その部屋に乱入したらしいのです。そこにいたのは、山下洋介さんと中村誠一さん、森山武雄さんという屈指のジャズメンの3人。そんなことお構いなしで、中村さんの頭から、当のゴミ箱を奪い取ったタモリさんに、中村さんが、でたらめな朝鮮語や中国語で、まくし立てるように文句を言ったら、タモリさんはその何倍もの勢いで切り返したそうで、他の外国語でも論破したその時、突然タモリさんがアフリカ原住民の顔になり、でたらめなスワヒリ語でとどめを刺された3人。帰り際に森田ですとだけ言い残して去ったタモリさん。それからずっと探していた山下洋介さんは、半年後に博多でやっと探し出します。一方、山下さん行きつけの新宿のバーで、その噂を聞きつけた常連たちで、伝説の九州の男、森田を呼ぶ会が発足。カンパまでして呼び寄せることになります。実に、7年ぶりの上京をしたタモリさん。その独演会で披露した即興芸。おなじみの偽外国語ネタやモノマネで、瞬く間に、爆笑の渦となったそうです。しかも、見ていたメンバーが強烈で、坂田明さん、筒井康隆さん、三上博史さん、南辛坊さん、そして赤塚不二夫さん。中でも、赤塚さんとの縁は特別なものでした。赤塚さんの作品の大ファンのタモリさんを、冷暖房完備の 4LDK の高級マンションに居候させて、ベンツのスポーツタイプや洋服も使い放題、ハイネケンのビールは飲み放題、さらには現在では2、30万円ほどのお小遣いを与え、当のタモリさんは毎晩のように友人と宴会を開き、贅沢三昧の生活を送ったのだそうです。一方、お金持ちだから大丈夫だと思ってた赤塚さんは、実は事務所のロッカーをベッド代わりにしていたとか。それを知ったタモリさん、ここでグッと来たら移送労働に反すると思って耐えましたね。だったそうです。変わりましょうかとは言わなかったんですね。逆に赤塚さんもそのことを後に、あれがなかったら今のタモリはないんだよ、普通にペコペコするようなやつだったらこうはなってなかったとよく言ってたそうです。なるほど、どちらも大物ですね。そんな赤塚さんの番組、漫画大行進赤塚不二夫ショーで、いきなりテレビデビューしたタモリさん。それを見ていた赤塚さんの友達から、今出た、あの人誰？と電話が入ったのです。その電話の主とは、黒柳徹子さんでした。徹子の部屋の前身の十三時ショーに、出てほしいと言われたタモリさん。このおかげで世間に知られることとなったのです。30歳の頃人気バラエティ番組、金曜10時、噂のチャンネルの、タモリの何でも講座でブレイクすると、オールナイトニッポンの水曜日の一部で、その毒舌にも磨きをかけますが、
その際どい芸風は徐々に鳴りを潜め、1980年に伝説の番組今夜は最高でメイン司会者を務めると、1982年森田和義アワー笑っていいともの司会に抜擢され、国民的な番組となり31年半も続く長寿番組となったのでした。ここまでの人気者になったのも赤塚不二夫さんがいたからではないでしょうか。残念ながら赤塚さんはもういませんが、俺は人に笑われながら死にたいと生前に言ったその心意気に今でもリスペクトしかないというタモリさん、生涯の恩人を見送る弔辞の最後に、私はあなたに生前お世話になりながら一言もお礼を言ったことがありません、それは肉親以上の関係であるあなたとの間にお礼を言う時に漂う他人行儀な雰囲気がたまらなかったのです。あなたも同じ考えだということを他人を通じて知りました。しかし今お礼を言わせていただきます。赤塚先生、本当にお世話になりました。ありがとうございました。私もあなたの数多くの作品の一つです。しかも読み上げていると思われた紙は白紙だったと言います。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？そんなタモリさんのこと、もっと知りたくなった人もいるのではないでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。